はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日は、タイトルとかまあその辺でわかると思いますけども、プレステ4でございます。プレイステーション4、これはですね、今日です。今撮影日としては今日2018年の6月8日より、こんな感じで6月8日に、佐川急便に届いたんですけども、届いたのがもう夜だったんで、本当はこの6月8日に、動画をアップしたかったんですよ。今日届いて今日開封しましたっていう動画をアップしたかったんですけど、もう届いたのが夜何時だったっけ、結構ねもう遅い時間に届いたんですよ。追跡を見て朝からね、追跡見てたら朝のね7時半8時とかなんかそれぐらいにも配達中になってたのに、届いたの夜でした。もうこれね、このシールを見てわかると思いますけども、ソニーのオンラインストアで買いました。箱がちょっとね厳重に梱包されてるんじゃないかなと思います。これほら裏も表も、ソニーと、ちなみにアマゾンでも、受付をしてました。これを予約開始したその日の瞬間に自分は速攻で予約して予約購入っていうのかなして、このね発売6月8日の発売日にちょうど届いたんだけどね、残念ながらっていう感じです。とりあえずね開封していきますか。多分これが上で合ってると思うんだけど、ちなみにソニーストアは初めて使いましたね。顔しか映ってない、怖っ。これね、一番上に入ってるのはなんかね、ソニーマーケティングより大切な情報ですので開封前にお読みくださいっていうやつですね。で、こっちの白いのが納品証となっております。ちなみに価格、送料込みでですね、29,462円です。これは、ソニーストアは、ソニーストアだから、まあ、最近ゲーム機は基本ね、新品は定価売りなんですけども、送料が324円かかるので、どっちかっていうと、アマゾンで買った方が安いと思います。この324円かからないので。はい、ということで、いつもアマゾンなんで、アマゾン梱包がね、怖いんすよ。あ、これちょっとビニールにペロッとこうサランラップにくるってくるんでる感じでしょ。もうこれこそソニーストアだ、はい、なんかもうやっぱね厳重さが違います。任天堂スイッチもオンラインね、任天堂からオンラインで買った時もやっぱ本体にプチプチが1枚くるんであったんだけど、アマゾンだとくるんでない、こういうね精密機器のものでもラップに1枚とか怖いっすね。来ました。今日発売ね。動画撮影では今日。じゃあなんと。こんな感じで、プレステ4でございます。しかも、プレイステーション4、Days of Play Limited Edition ということで、限定モデルですね。今回発売された。これね、中の箱が、ちょっとわかりづらいと思うんですけど、こんだけ梱包の箱の大きさ違います。並べると。出した瞬間は大きく感じるけど、こんだけ大きさがね、違います。こっちはこんな感じ、上から見ると綺麗な感じの箱の大きさなんだけど、よく見るとこんだけ違います。やっぱこういうのは、できるならアマゾンよりオンラインで買った方がやっぱりメーカーも綺麗に梱包してくれるんだなっていう印象でございます。私ですね、実のところっていうか、実はプレステ4を持ってます。で、型番がちょっと違って、今ね、今このスリムボディになってるじゃないですか。で、今スリムボディもすでにもう2代目で、これね、これまあゲーム機に詳しい方ならこの型番見て一発で分かるんだけど、これがゲーム機の型番です。これは今 CUH の2100、何これ、 BZN かな、一番重要なのはここですね、2100ってやつです。CUH2100 のこの2100が、もう型番だと思ってください。で、プレステ4って、形がね、最初出た時よりこうちょっと丸っこくなって、スリムになったんですよ。で、今のはスリムボディと。で、スリムボディになって、型番が2000倍になりました。それまでちょっとね、角張ったやつ。そこあるんで、ちょっと出しましょうか。こちらがですね、普通の PS4 の形ですね。だから今これ開けたら分かるけど、
あのちょっとこの辺のあれが丸くなってるスリムボディから2000番この形まで、これも3世代っていうのかな、マイナーチェンジっていうとかなんというか難しいところなんだけど、初代プレステ4の初代が1000番です。でその後1100が出て1200が出て、ちなみにこれ1200なんですよね。ここ見えるかな、ここにね1200って、書いてると思います。この1200の後にこの形になる2000番が出たといった感じで、そのマイナーチェンジじゃないですけど、この変わるごとに何が変わってるのかっていうと、こう消費電力がちょっとずつ変わってたりとか、実はこうちっちゃいとこで変わってるんですよね。だから初代の1000番よりも1000、この1200、1100あって1200の方が消費電力が初代に比べて 30% カットされてるとか、30% だったかな、ちょっとすみません嘘かもしれないけど、少なからず何十%かはカットされてるんですよね。実は新しい方がちょっとだけいいということでございます。もうこれはね、次の、使い手がもう決まっているので、でまあ今回自分は新しくこっちのプレステ4を購入したといった感じでございます。でまあこうやってこれ外したけど、セーブデータとかまだ何もしてないんで、もう一回つなげて、セーブデータとかアカウントはそのままこっちに移行できるんですけど、プレステ4のその今までゲームしたセーブデータ的なのは、USB に挿してセーブデータっていうのかな、今までなんか何て言うんだろ こうプレステ2とかプレステ1とかのあとセーブデータみたいのがあって、それをね USB メモリーに入れてこっちに移行させるっていうのをしないと、途中までやったゲームがゼロから始まる。まあ今やってるゲームないけどねと思いつつ、開封していきましょうか。はい、まずはなんかイヤホンマイクの HDMI ケーブルですね。電源ケーブル、マイクロ USB ケーブルかな、これは多分コントローラー充電っていうのかな。でコントローラーです。これが確かちょっと変わってるんだよね。せーの、じゃじゃんと、ね、この辺が変わってるはず。丸×三角みたいな、ここが確か変わってるだけじゃなかった、あと青いっていうだけ、あとは多分もう本体だけじゃなかったな。せーの、あ、薄い、ドドンと、はい、こんな感じです。せっかく梱包が完璧なのに出すときに失敗するっていう、ダメ、なんかツルツルだなと思って、こうやってこれでいこう。せーの、じゃじゃーん、あ、しかも上下逆だ。これ分かるかな、テカテカなんですよ、ここが。分かる、こう触ると指紋がつくタイプのやつっていうのかな、こうテッカテッカ、なんでテカテカなの。いいよ、こっちほら、これ色違うの分かります、上はテカテカなんですよ、下はこのなんかサラサラなんだけど、なんでこの上だけテカテカにしちゃったの。かっこいいね、かっこいい。あ、そっか、これ今ね縦置きに置いてたんですよ、プレステ4を。で前のとこの形が違うんで、縦置きのスタンドが多分使えないですね。幅も違うし、全然大きさ違くない？この大きさは見ての通り、まあ、ちょっと黒の方が大きいかなって感じ。この厚みが全然違いますね。これ分かります？厚みが3分の2ぐらいになってる。半分まではないけど、厚みが全然違います。こっちの方がでけえ。こっちの方が全然コンパクト、スリムって感じかな。で、表向きね。こっちがゲームの表向き、ディスク入れたりする方なんだけど、なんかね、この辺がちょっと変わってるのかな？ちょっと USB の位置が若干違う。違うっていうか1個しかない。2個離れたところにあるって感じ。ここは2つ並んでんだけど、なんか便利、悪かったのかな？ということで、これ表向きね。裏はこんな感じ。こっちは、こっちはですね、ゴムがこことここかな？うん。で、あとここはプラスチックかな？あ、これも一緒か。ゴムがここと2箇所、あとプラスチックはここに1箇所っていう感じで、完全にやっぱもともと裏はゴムで支えられてるっていう感じじゃないんだね。でこれ背面全然違いますね、これこの排気、これ排気口なんですよ、これ全部排気
これね、もうどう見たって排気が全然違う。こっち排気あるの？え？あ、あるあるある。こっちによく見たらあるね。だけどこっちも全面にこのもうなんかジェットファンのようにこう流れ出てると全然違うわ。わかんないけど多分消費電力が確かこれからこれでかなり違うはず。こっからさらにあのスリムになってかなり変わってるはずなんで、初代から相当違うんでしょうね。これ排気がいるってことはそれだけ熱持つってことだから、でこっち少ないでしょ。グラフィックは下がるってことはないんで、同等かもしくはあの若干上がってる感じになってるはず。はい、という感じで、まあ1200番ね、1000番の一番最終型と今現行の2100番でございました。まあスペック的にというか、スペック的にはね実はそんなになんか変わんない感じなのかな。いや、一番消費電力みたいですね。ちなみに初代の1000番は最大 250W、 初代ね。でもこれは1200番なので最大 230W ということで、まあ消費電力が少し抑えられてるので、まあ、発熱とかも多少減って、初代に比べて多少減ったり、これでもね、このねコンパクトサイズになって、なんと、400g ほどすでに軽いらしいです。確かにこうさっきこう軽く持った感じではもう全然重さが違います。で初代が250で、これは230と、これでも改良されてるんだけど、さらにこちら 165W と、なってしまっているので、すごく消費電力が減ってるっていう感じですね。まあ、グラフィックとしてはなんかそんなには変わってない、ほぼ一緒らしいですね。あとはこっちになると、デジタル出力がなくなった、あの光ケーブルだからちょっと俺困るし実は困る、ちょっと困るんだけど、この音声は自分はこっちを使ってる時は光ケーブルを通して、あの音響のスピーカーがあるんで、そこにデジタル その光ね、赤い光があって、その光を通して、音出してたんだけど、それが使えなくなると、いうことですかね。まああとね、細かいこと言うと Wi-Fi で、こっちは 2.4GB までしか使えなかったのが、こっちになって AC が追加されて 5GWiFi っていうのかな、最近の 5GWiFi が使えるようになったと、いうことで、まあ、あと LED となんか、ライトの正面が見れる位置に変更とか、なんか、細かいところはあるみたいです。だからさっき大きな違いとしては消費電力の違い、 230W ね、最大 230W、 こっち 165W と、それがもう一番大きな違いみたいです。まあそれは2000の話なんですけど、2000から2100、これ2100なんで、2100になって、重量が 0.1 キロほど軽くなってるっていうことが大きいのかな、2000から2100で。あとは内部パーツがなんか一部変わってるらしいんですけど、スペック上とかはもう、変わらないといったところです。そこは多分、プレステ4とプレステ4プロがあるんで、多分それで分けてるんでしょうね。だからグラフィックとかは多分基本的には変わらずといった感じですね。はい、ということで今回はこっちのねプレステ4から1200番からこっちのね2100番に、買い替えの感じでございます。かっこいいよ、名前かっこいいよね。やっぱ Days of Play Limited Edition Model 数量限定というね、500GB しかのみしかございません。多分まだしばらく買えるんじゃないかな。とりあえずまあ今日発売で、まあしばらくは多分買えると思いますので、ぜひね皆さん買ってみてください、買い替えの方はね。で Amazon にもね売ってありますので、 Amazon のリンク下に貼っておきますのでね、ぜひご覧ください。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね。